ハレルヤ、栄光を神様に捧げます。祝福を分かち合いましょう。平安を味わいましょう。あなたは世界を生かす宣教師です。超子の祝福で237カ国を生かす1万聖徒の祝福を味わいましょう。今日この時間、礼拝、中南米の方々が参加しています。ブラジル현지인들훈련들어신분들은이시간에은혜교회에서또훈련에같이임하고있습니다そして은혜教会で他の国の方々も礼拝に参加しています。今も5つの言語で通訳されています。また花教会とつながって刺激されている宣教師の方々も今日礼拝に参加しました。拍手で歓迎しましょう。感謝します。先週は選挙合宿がありました。選挙大会もありました。今回重要なメッセージを選挙合宿と大会を通して受けました。コロナの中でも40カ国の国の宣教師の方が参加してメッセージを受けました。また宣教をサポートする教会と教会も一緒に参加しました。今回本当に肝心な重要なメッセージが宣布されました。私たちが逃さなければならない一生涯の利定表として握らなければなりません。237カ国と御前の種族を生かす道です。それは70人の弟子です。皆さん一生の祈りの課題として握ってこの祝福を味わってください。皆さんが70弟子の祝福を味わいますと、70地域の祝福を味わうようになります。そして70種族と70国が生かされます。聖書の中でも神様の重要な祝福を見つけて味わった人たちは70人の弟子でした。ヨセフを通してヨセフの家族がエジプトに入るようになりました。その人数が70名だと語られています。エジプトから出たこのイスラエル民がシナイ山に着きました。モセを通して神様の御言葉を受ける場面が出ます。そこに一緒に登った人たちもイスラエルの70人でした。カナンを征服する前にカナンを征服する人をあらかじめ立てました。その中心的な人物が70人の長老でした。イエス様も世界福音化の方法として弟子を立てました。12の弟子として、この世界福音化をしました。イエス様も世界福音化の方法として弟子を残しました。特に、ルカの福音書を見ると、ルカの福音書、9章を見ると、使徒と
使徒が受けたこのメッセージを70人の弟子も一緒に受けました。その70人が集まったこの場所がマルコの屋上の間でした。その人たちを通して15カ国に門が開かれました。絶対不可能な現場だと思ったそのユダヤとサマリア、そしてユダヤとサマリアとダマスコにも福音が伝えられました。一回も福音が伝えられたことがなくて、霊的な問題が多かったんです。もうユダヤ人はもう話もかけないサマリア人でした。そこに70人の弟子が入りました。そして福音を伝えました。そこでエチオピアを生かす宦官を会うように神様が導いてくださったのです。アナニアという弟子も会いました。この70人の弟子が入るすべての現場にいるすべて この福音がいる人に神様いる人が神様に会うように導いてくださいました。そして観覧があって知らされましたけど、そこでも神様の祝福された答えと宣教の門を、伝道の門を70人の弟子を通して開かれたことを私たちは見ます。これを一生涯の利点表としてしてください。私からまず70人の弟子になろう。そして皆さんを通して現場に弟子たちが立てられる祝福を味わってください。花教会の生徒の方も、中南米に刺激される方々も70人の弟子を立てる本当に祝福された答えを味わってください。今日は特別に花宣教大会としてメッセージとフォーラムをします。また11時の礼拝は宣教の祝祭として全国、そして全世界の教会が一緒のメッセージを受けます。重要なメッセージを通して自分の祝福を見つける、そして私たちが受けた祝福を確認する時間になるように祈ります。今日が皆さんが生きるすべての祝福を受けて味わう時間になるように祈ります。第一サムエルを見るとイスラエル民の前にゴリアテが出ました。ゴリアテの前のイスラエル民は誰もゴリアテの前に出ることができた人がいませんでした。そこでダビデが出ました。ダビデのお兄さんたちは怒りました。その姿を見て、あなたが羊はどうして今ここに来ましたか、あなたがあなたは本当に傲慢な人だと言いました。しかしダニエルは、私がなぜ理由がありませんかと言いました。私たちが救われた神様の子供として、神様の祝福と答えを受けるためには、祝福を受けるしかない理由を持たなければなりません。それを世界福音化を通して見つけてください。
27カ国を置いて絶対理由を見つけるとき、神様は皆さんに絶対的な答えと絶対的な祝福をくださいます。神様はなぜ私たちを救ってくださいましたか。まず救われた私を通してこの世の中を生かすためです。なぜ神様は弱くて乏しい私を救われましたか。癒された私を通してこの世の中を癒すためです。なぜ私と私の子孫そして私の産業を祝福しますか。この祝福証拠を持った私を通してこの世の中を祝福するためです。それで皆さんのすべてのことを世界福音家237カ国と連結してください。皆さんに問題がありますか。難しい目を遭いましたか。そこから逃れる道は何でしょうか。それも237カ国を生かす世界福音化を通して解かなければなりません。みんな問題に全てを傾けています。落ち込んで挫折します。また問題が解決されたらもうそれで終わりです。それが本当に神様の御心ですか。神様は私たちの人生のすべてを持って神様の絶対計画を私たちが見つけて神様の絶対力を味わう体験することを願っておられます。レムナント7名も同じです。レムナント7名も難しいこの問題を持っていました。しかしレムナントたちは神様の絶対計画と絶対的なこの答えを見つけました。それでレムナントを通して237カ国と世界を生かす神様の契約が成し遂げられることを私たちが見ています。皆さん神様の絶対理由が悟られれば全ての不可能そして絶望の道が全てを生かす道になります。皆さんの弱さに関係ず絶対計画を見つけますと全ての人を生かす道になります。この時代の問題はどこから始まりましたか。もう人のもう欲だと言います。もうそれも正しい話です。この時代の問題はどこから始まりましたか。人間が堕落されてそこからの欲心ですか。もう堕落されずサタンの働き、それも正しいです。しかし重要なのは神様はこの時間を全ての民族を生かす世界福音化の機会として用いられることです。それでマタイの福音書24章14節を見るとこの御国の福音は全世界に述べ伝えられて全ての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ますと語られています。今どんな時間どんな事件にあっても世界福音化を握った人には全てが伝道と選挙と世界福音化の機会になります。先週にも伝えました。災いは続けています。しかしその災いの中にそれよりもっと大きい福音の働きが今も進行されています。全ての問題と事件は世界福音化の機会として神様が用いられています。それを忘れないでください。でしたら神様の絶対理由を
逃げらなければなりません。それでまずただキリストだけを伝える宣教の祝福を私たちに与えてくださいました。私たちが出会ったこの全ての問題、どのような目を見て見なければなりませんか。人生の12の問題、サタンの戦略ですね。その12の問題を持ってみてください。なぜ私にこの問題が起こるのか。なぜこの災いが続けているのか。なぜ人が理解できないこの悪いことをしているのか。これは人たちが自分の自己中心、肉体中心、そして堕落された世の中の中心、その体質から出たことです。そして理解できない悪いことをしながらも自分がその中にいること自体もわからないです。それが霊的な問題です。その人の生活、そしてその生活の中での長い古い傷かもしれません。しかし私は重要なことを見ています。悪い言葉も、悪いことをしながらも、そして自分が悪いことも知らない人も多いです。しかし神様はその中でも神様の御働きをなさっています。この悪いことが多いから門がもう閉めることが当然に見えますが、その中でも神様は門を開いています。すべての問題は人間が解決できない霊的な問題です。これは兄弟国、そして兄弟国にもありますし、力がない国にもある問題です。偶像崇拝をする国こそ霊的に、そして肉的に明らかに現れます。今ここに中南米の方々もおられますが、中南米の呪術文化も本当に影響が多いです。そしてカトリックの宗教もこの古い文化と一緒になって自分なりのこの紙を作って今信仰生活をしています。ペテロが美しいの門の前に座っている、足のない態度を見ました。この人はこれは肉体問題ではないことを分かりました。人たちの霊的な問題を見ました。この世の中に起こる全ての問題、そして霊的な問題は霊的なことであることを、そしてそれがサタンがしてすることだ、これを分かりますと、ただキリストではできない、ただキリストだけが解決策であることを分かります。ただキリストになる時から御座の力、そして天と地の力を持っておられるこの神様の力が私たちに与えられます。ただキリストという結論を持つ時、天と御座と地のすべてのこの権威を持っておられるこの御座の祝福が私たちに与えられます。足のない態度にペテロが述べ伝えました。
私には金も他のことはありません。ただイエスキリ私にいるイエス・キリストの皆によって立って歩きなさい。私たちが宣教現場を見るとき、この目を持って見てください。まことな目を見て、この中にいる人を解放させる、このことを私たちがしなければなりません。まことの王の権威を持って、その背景のサタンの権威が崩されることを伝えて、そして祈ってください。まことの預言者の権威を持って、その方が道と真理と命であることを分かるように手伝ってください。この力を持っておられる方を、この権威を天と地のすべての権威と言います。これを合わせて一つに言うと、御座の権威です。御座の権威から出る権威が誠の力です。このキリストの奥義を悟って分かって、命を懸けて共にこの人生を歩ける人を見つけてください。世の中を生かす弟子が70人の弟子です。イエス様の弟子たちは他のことは乏しくて何回も失敗しました。しかし結局キリストを従った人です。その人たちが霊的な問題に満たされている、その世の中を癒して生かしました。未信者の中でもこのように用いられる弟子が準備されています。そして霊的な問題をして伝道することができる弟子が立てられるように、この宣教師たちを手伝ってください。本当にただキリストで宣教現場を見ることができるように、そして誠の神様の答えと祝福は与えられるように願います。2番です。伝道と宣教の誠の主人公は70人の弟子です。なぜですか？私が生きている現場の宣教者、宣教師は私たちです。私が生きている現場の宣教師たちは70人の弟子です。その方々が世界福音家の主人公です。もう皆さん重要なメッセージを今整理していることを分かっていますが、選挙合宿と選挙大会のメッセージをよく自分のものに作ってください。答えを味わってください。大会のメッセージはオフラインでもオンラインでも、もう進行されましたので、皆さんこれを受けたと思いますが、そして合宿メッセージはオンラインメッセージはありませんでした。これからも重要な弟子の訓練はオンラインじゃなくてオフラインでもう進行されると思います。しかしもう合宿メッセージももう今もう出ましたけど、今回の大会そして合宿を通して選挙に対する重要なメッセージがもう宣布されました。この聖書の中の重要な流れは何ですか？残ったもの、そして残るもの、残られるもの、残すものですね。これが聖書の一番重要な流れです。
残ったもの、残るもの、そして残られるものをレムナントと言います。私たち特別に何のために残ったものですか？福音のために残ったものです。福音のために残った人は旅程を行きますが、それが巡礼者の道です。巡礼者の道を歩く人には必ず征服者の道を味わうようになります。これが合宿の重要なメッセージでした。残った者の道、巡礼者の道、征服者の道というタイトルで3つのメッセージが与えられました。残ったものの道は何ですか？福音の回復ですね。時代ごとに福音を回復した人が残ったものでした。残ったものは福音を持って全ての結論を下ろした人です。そして何が終わりなのかを分かる人です。その人々が残ったものです。残ったものの道を歩いている全ての方々は私たちの人生を弟子化してください。私たちの生活と産業を70人弟子化してください。この生活を弟子化する奥義は何ですか？神様が共におられるウィズの祝福を見つけて味わうことです。神様が私たちと共におられるインマヌエルの祝福を味わうことです。そしてすべてのことを合わせて善に作られるこのワンネスの祝福、これをもって私たちの生活を弟子化することです。そして私たちの産業をどのように弟子化しますか？私の産業を弟子化することは、ただ優位性、そして再創造を見つけることです。皆さんが どのような産業を持っていても、そこにただ集中してください。そしたら優位性が出ます。そしてそこに再創造の働きが起こります。皆さん、すべての現場、そして産業に神の国が叶われる、その働きがないと光の経済を受けることはできません。神様の国が叶われる、その祝福を味わってください。そしてルテアも神様の国の祝福を味わった人です。使徒の働き10章を見ると、カワナメシシモンもそれを味わいました。その人々が70人の弟子で、そしてアクラも、そしてタビタも同じです。このすべての人が現場で宣教師として光の経済を味わった神様の残ったものです。私たちは福音のために残ったものです。この時代ごとにこの福音の流れを担当するために神様は人を残しました。その道が巡礼者の道です。巡礼者の道で一番重要なポイントは何ですか？祈りに集中する、その祝福です。巡礼者の道を歩くためには、自分自身を超越しなければなりません。私の考えではなくて、神の国が望まれなければなりません。この祝福をどのように味わいますか？礼拝と祈りに集中することです。
현장을초월하는그게바로순례자의길이에요自分自身を超越してそして現場を超越するのが우리가살아가면서내자신에대한것들이가장많이걸려있는것을봐요에스케아이무차스코사스케ほとんどの人が自分自身のことでことにかかっていますそして現場を見て落ち込んでいます巡礼者の道を行きますが本当の誠の祝福を味わうことができません皆さん自分自身そして現場を超越するその祈りに集中すれば神の国が望まれます祈りを通して現場を超越すると天地開闢の祝福を味わいます現場を超越することは どのような意味ですか全ての出会いと全ての出会いと実験の中で暗闇がもう崩れて隠されている弟子に会うことですもうサタンそして暗闇が崩れるので御座の祝福が与えられるのですいつ御座の祝福が与えられますか皆さんが濡れ衣を着ている時です神様のものを持って挑戦する時そこに神様の御座の祝福が与えられますこの道を歩く人その道が巡礼者の道です私たちがもうさまよいながら巡礼者の道を行くことではありません結局すべてが征服されますそれが征服者の道です結局神様は私たちをすべての現場に霊的な司令官として立てることを願っておられますそして現場で皆さんを通してすべての人を生かしてそして守る見張り人として立てることを神様は願っておられますそして霊的な疎通を担当する人として私たちを立てることを願っておられます自分自身を御座化してそして現場を御座化教会を御座化する祝福を味わってくださいこの答えを私たちが見つけて味わうことこれが神様が願っておられる部分です皆さんこの宣教合宿メッセージを一つ一つ深く黙想しながら整理してください合宿と大会のこのメッセージを絶対小さな部分でも逃さないでください黙想して繰り返して黙想して祈ってくださいそれで本当に70人の弟子の祝福を皆さんの人生の履定表として握ってください3番です未来宣教を準備してください私が受けた福音があります私が体験した宣教を次の世代に伝えなければなりません私たちが伝道と宣教を逃しますと奴隷になりますそれを 今の現場でも確認できます教会と恒大が伝道と宣教を逃しますと暗闇が世の中と教会を覆いますコーダイを未来を責任するレムナント宣教師として育てください。すべてのレムナントたちがすべてのところに入って全世界に派遣されるほど、そこで弟子になるほど私たちは教育しなければなりません。コーダイをサミットとして立てて、すべての分野、全世界27カ国に派遣しなければなりません。そこで私たちは27カ国を生かすレムナントを育てることです。
27カ国を生かす重要な方法が古代です。これを絶対理由として逃げる人は、神様は全てのことを与えてくださいます。レムナントたちは重要な未来を置いて準備してください。結局今日が 私たちの未来です。今日握った福音メッセージ祈りが未来です。今私たちが勉強しているその部分が未来です。もし皆さんが福音のために何か譲して失ったことがありますか？それが未来に私たちが味わう器、そして祝福です。それで私たちは未来選挙を準備しなければなりません。次世代選挙士の方もいます。すべての古代を 2,3,7 カ国すべての分野で重要な答えを与えられる弟子として立てなければなりません。これが古代を生かす理由です。神様の絶対理由を握るとき、神様は私たちのすべての生活、人生を責任を負います。神様が信仰される部分が選挙です。そこに神様が私たちを用いられます。私たちの教会をそこに用いられるために私たちを呼ばれました。宣教を置いていつも伝えられる御言葉ですが、花教会が存在する理由です。私たちのこの産業に祝福が与えられるこの理由は宣教です。花教会は最初から宣教を持って建てられました。今この教会の祝福も宣教のためです。そして今リモデリング、そして今通訳ブースを準備したことも宣教のためです。この新しい部分を本当に一緒に準備しましょう。皆さん今日握ってほしい団子は、私が70人の弟子になろう、この契約を本当に握ってください。これを握った人に神様が全てを責任を負ってくださいます。お祈りします。神様感謝します。神様の絶対理由を私たちが握る時間になるようにしてください。ただキリストを伝える宣教が花教会を通して起こるようにしてください。伝道と宣教の誠の主人公の70の弟子が建てられるようにしてください。未来を準備する花教会になるようにしてください。これが神様の絶対理由であり、自分の私の理由になるようにしてください。生きておられるイエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。